リヒャルトフォン・グライフェンクラウは、トリーア大司教、トリーア選定公である。トリーア大聖堂リヒャルトは、ラインガウの出身で、父はヨハン、母はクララという。幼少の頃から、進学の道に入り、1478年に、トリーア大聖堂の司教座聖堂参事会に加わった。記録では、リヒャルトのここでの経歴に数年間の空白があり、その間に、 パリに留学して、進学を収めたのだろうと考えられている。1487年からは、マインツ大聖堂の聖堂参事会に名を連ねている。1492年に、聖堂参事会と失政館との間で、トラブルがあり、釈明のために、リヒャルトがローマに派遣された。この時にリヒャルトはその最地を認められるようになった。トリーア大聖堂に収蔵されている、聖遺物、 イエス・キリストの服、リヒャルトの墓標に刻まれている、トリーア大司教の紋章1511年4月27日、トリーア大司教のヤコブ二世が、ケルンで没死した。ヤコブ二世は亡くなる前に次の大司教に、リヒャルトを指名しており、6月14日に行われた、聖堂三次会による、大司教の選考では、満場一致で、リヒャルトが選出された。しかしこの決定に、 ローマ教皇の承認を得るには約1年を要することになった。というのもイタリア戦争中のためにローマに行くことが困難で施設はインスブルックを経由してトリーヤとローマを往復教皇の承認状を持ち帰ってきたのは1512年4月のことだった。この年の新生ローマ帝国議会はちょうどトリーヤで行われることになっておりリハルトの大司教就任式と 帝国議会の開催で、鳥屋はお祭り騒ぎでごった返していた。議会に臨席するために、皇帝マクシミリアン一世も鳥屋に超滞在をしていた。大聖堂で行われた復活祭の響き縁の席で、マクシミリアン一世が鳥屋大聖堂に保管されているという秘蔵の生物を見たいと言い出した。これはイエス・キリスト神にまとっていたという衣服で、 1196年以降、一度も公開されたことがないものだった。この生物は一般にも公開することになったのだが、その結果として、鳥居屋にはさらに見物客が押し寄せ、市内はひどい混雑になった。そのうち、もしもここで薬病が発生したらとんでもないことになると言い出した者がいて、帝国議会の開催地を急遽ケルンに移すという事態になった。 リヒャルトのトリーア大司教就任式は復活祭の50日後の聖霊降臨日の祝日に行われることになっていた。就任式には、シュトラスブルクとボルムスの司教が立ち会い、マインツ大司教の手でリヒャルトに大司教位が授けられた。しかし、マクシミリアン一世がいなかったので、トリーア広司教に与えられる先帝公くらいの承認は遅れてしまった。皇帝が リヒャルトのトリーヤ選戦公衆就任を承認したのは8月12日のことだった。1518年に行われたレイゲンスブルクでの帝国議会での議論の中心はオスマントルコの脅威に対してドイツ諸公が一致団結できるかどうかだった。しかし実際のところはハプスブルク家のマクシミリアン一世がイタリア戦争で フランスのフランソワ一世と衝突していることが問題だった。マクシミリアン一世の時代に神聖ローマ帝国とフランスの関係は極めて悪化しており、その上マクシミリアン一世は恒例で四季が迫っているのは明白であり、間もなく新しい皇帝が生まれるはずだった。もともと所領がフランスに近くパリで学んだことがあるリヒャルとはフランソワ一世とは深い交流があった。 リヒャルトの考えでは、いっそフランス王は一世が神聖ローマ帝国の皇帝になってしまえば、フランスと神聖ローマ帝国の対立は消えうせるし、フランスとトルコが手を組むこともなくなるし、ヨーロッパが団結して異教徒に立ち向かうことが実現できる。そのため1519年1月にマクシミリアン一世が死去し、次の皇帝を決める選挙が始まると、リヒャルトは、 フランス王フランソワ一世を実機皇帝に押し、各諸公に根回しを始めた。この皇帝選挙では、候補者は4人いた。イングランド王ヘンリー・パッセイ、フランス王フランソワ一世、スペイン王カルロス一世、ザクセン選定公、フリードリヒ3世である。このうちヘンリー・パッセイは早々と脱落し、教皇レオ10世が押すザクセン選定公は恒例を、理由に辞退。 フランソは一世とカルロス一世の一気打ちとなった。両者は七人の選定校に対する買収合戦を繰り広げた。これを制したのはフック明けから借りた金をばらまいたカルロス一世である。この時、カルロス一世が諸公に支払った金貨の総合計は85万枚、余りでそのうち4万千0 0 0枚が鳥ロ広塚佐教であるリヒャルトの懐に入った。 カルロス一世は神聖ローマ皇帝カール五世として即位した。大冠式はアーヘン大聖堂で1520年10月23日に行われ、リヒャルトはトリーヤヒロツカサ教としてカール五世に油を注ぐ儀式を行った。カール五世の前で持論を述べるルター・リヒャルトのトリーヤ大司教在任期間はドイツの宗教改革が始まった時期にあたる。一連の騒動は マルティン・ルターが1517年秋にビッテンベルクの教会の門に95箇条の論題を掲出したことで始まった。はじめはアウグスティヌス修道会とドミニコ修道会の口喧嘩程度のものだとみなされていたのだが、1518年のアウクスブルクでの討論、1519年にライプツヒでの討論を経て1520年に、 波紋脅迫勅書が出される頃には異端騒ぎになっていた。ルターは1520年の暮れにこの脅迫勅書を焼き捨て、1521年1月にローマ教皇庁は正式にルターに対する波紋状を出した。1521年4月、新皇帝カール・五世はボルムス帝国議会へルターを召喚し、帝国としての対応を行うことにした。このカール世は・は すでに一旦宣告を受けているルターに対して、行きと帰りの身の安全を保障して、帝国議会へ出席するよう求めた。しかしこれは1414 14年に、ボヘミアの宗教改革下、ヤンフスの関門の時と状況が告示していた。教会の堕落を求断して、改革を訴えたフスは、当時の神聖ローマ皇帝による身の安全を保障を受けて、 コンスタンツ公会議へ赴いたのだが、到着するや、否や捕獲されて、あぶりにされたのだった。ルターに対しては、ルター派の諸公から、帝国議会への出席を見送るべきだとか、護衛の騎士を100人提供するだとかの申し入れがあった。しかしルターはこれらの日後の申し出を断り、帝国議会へ向かった。このボルムス帝国議会で、リヒャルトは、鳥屋広司教として、 ルターに対する審問委員の長を務めた。審問の席で直接ルターに問いかけたのはリヒャルトの部下の法務官ヨハフォン・デルエッケンという人物である。審問委員はルターに自説の撤回を求めたがルターはこれを断った。ルターはこれで退席させられた。その後リヒャルトは個人的にルターの説得に当たった。 リヒャルトが後に告会したところによると、リヒャルトは、このままではルターに対する極刑が課されることになるかもしれないと言い、妥協を求めたという。しかしルターは、それが神の意志であれば受け入れると応じた。結局妥協は得られなかったが、リヒャルトは、ルターを無事に返すことを皇帝に確約させると、約束し、ルターを立ち去らせた。実金厳選522年秋。 実金玄という近隣の騎士が大軍を率いて、鳥居や大司教領に攻め込んできた、騎士戦争である。実金玄は、ルターを報じて、カトリックの聖職者を撃滅すると称していたが、本当の狙いは武力をちらつかせて金を脅し取ることに、あったのではないかとも考えられている。9月8日、実金玄らが鳥居合最初に押し寄せた時点では、リヒャルトは、 留守にしており、町の広場で液見が、実金源と向き合うことになった。この時実金源は8000から12000の兵を、町の外に駐屯させていたのに対し、鳥居屋側の兵力は1800だったと伝えられている。実金源の思惑に反し、鳥居屋側は徹底抗戦をすることになった。リヒャルトは町に戻り、近隣の諸公へ助けを求める手紙を書いた。 皇帝選挙の時に、フランスは一世の味方をしたことや、ボルムス帝国議会でルターを求断したことで、リヒャルトはドイツ諸公から距離を置かれていたのだが、それ以上に、実金源が嫌われており、すぐに援軍が現れた。真っ先に救援に駆けつけたのは、ヘッセン砲白フィリップ一世トップファルツ選定校、ルートビヒ五世だった。実金源は何も得るものがないまま、9月14日に、 鳥居屋な包囲を解いて退散するしかなかった。しかし、かつて治療を、実金源に荒らされたことがある、ヘッセンホーハクは、実金源を追い払うだけでは、不満足だった。そこで彼らは、実金源を油断させるために、それぞれの領地に戻ったと見せかけて、冬の間に軍備を増強し、翌春になると他方向から実金源の本拠に攻め込み、これを滅ぼした。 この時リヒャルトは自ら武装し、軍を率いて、実金元討伐に加わった。この後リヒャルトは、トリーヤに近いエーレン・ブライト・シュタイン要塞に、当時としては、史上最大の可能砲を据え付けた。この要塞砲は、グリフィン砲と呼ばれた。バインスベルクで農民に処刑される、ヘルフェンシュタイン白1524年から1525年にかけて、 ドイツ南西部のフランケン地方やプファルツ地方で吹き荒れた農民戦争は放棄した軍勢の数の面でも影響のあった範囲の面でも騎士戦争よりもずっと大きかったが鳥居や大司教領自体は直接戦火を被むることはなかった。しかしプファルツ選定校とマインツ大司教が援軍を求めてきた。特にバインスベルクで起きた事件はリハルトに衝撃を与えた。 全皇帝マクシミリアン一世の娘婿であるヘルフェンシュタインハクが農民に捕まり、田楽殺し刑にされたのである。これを知ったリヒャルトは、ケルン大司教というリヒ公国にも声をかけ、自ら農民団の聖罰に乗り出した。リヒャルトは自ら権を携えて、部隊を引き放棄した農民の首を跳ねて回ったと伝えられている。リヒャルトは勇敢で、 恐るべき軍人だったと評された。この間、リハルトが領地を不在にしている暇に、領内のボッパルト氏が独立を企てる動きを見せたこともあったが、リハルトはこれを強気に封じ込めた。最終的にボートを鎮圧してライン側流域が平穏になるのには1527年10月までを要した。トリや大聖堂にあるリハルトの墓標のウ民戦争が収まると、 ドイツ諸公の間でも、ルターを支持する福音派と、カトリックを支持する皇帝派との分裂が瞭然としてきた。騎士戦争や農民戦争で協力したヘッセンホーハクは反カトリックの姿勢を鮮明にし、反カトリック同盟を結成しようと活動するようになった。一方リヒャルトは皇帝派の代表格とみなされるようになっていった。特に1529年の第二回出版や、 帝国議会では、カトリック勢が議会で多数派を占め、1521年のボルムス直令を復活させようとした。リハルトはこの時のカトリック派の筆頭閣であった。この議会では、福音派の諸公と都市が手継に抗議して退席し、これがプロテスタントの故障の起源になった。この年の暮れに、アウクスブルクでの帝国議会が召集されたが、 リヒャルトはその頃から病に伏せるようになり、議会には代理を送るのみだった。この時にトリーヤ大司教代理を務めたのは、時代のトリーヤ大司教ヨハン三世として就任する人物である。1531年3月13日、リヒャルトはビットリヒで死去し、亡きはトリーヤ大聖堂に葬られた。リヒャルトはトリーヤ広塚教になると、 キリストの衣服を含めた生物の一般公開を高齢化した。これは現代でも続けられている。フランス王は一世はハプスブルク家に対抗するため、異教徒であるトルコと手を結んでいた。この時59歳金印直所に定められた皇帝選挙手続きでは、7名の選定校のうち、鳥居や選定校が最初に投票することに決まっている。この選挙の時も、 最終投票ではリハルトが最初にカルロス一世に投票した。この掲示が貼り出されたのは1517年10月31日の夜中のことである。しかし、これが宗教界で大きく話題になるのは1518年3月にルターが職友と恩恵とについての説教を出版して以降のことだった。この時点では、 まだ新生ローマ帝国の新皇帝の選挙前であり、ザクセン先帝公を新皇帝候補に押そうとしていた、教皇レオ十世は、ザクセン先帝公のお膝元のビッテンベルクのルターに、対しては、さほど強硬な姿勢を取らなかった。ルターに対しては、すでに、ローマ教皇庁が、波紋状を出していたので、そのルターを帝国議会へ召喚するというのは、異例の事態だった。これは、 カール5世が選出された皇帝選挙の際の取り決めによるものである。通常であれば皇帝は教皇庁の波紋上に基づいてルターへの追放刑を宣告することができたのだが、カール5世は選挙の公約で何人も審問を経ずに追放されることはないと約束しており、選定公たちはこの公約を遵守するように求めたのだった。エーレン・ブライトシュタイン要塞は、 ライン川岸の岩山の上に築かれており、現存する。マインツ大司教領は、全土が反乱農民の支配下に落ちた。マインツ大司教自身は、ブランデンブルクに在住していたので無事だったが、大司教代理は農民に屈従せざるを得なくなっていた。田楽差し系は、傭兵に対してのみ執行される不名誉な刑罰だった。ありがとうございます。